さんこんにちは、ともです。今日は、春巻きをベーコンの春巻きを2種類作っていきたいと思います。材料はベーコンとオクラ、ベーコンとかぼちゃです。であとエサンテと春巻きの皮ですね。では作っていきたいと思います。その間に、油を温めておきたいと思いますので、ここに5ミリバランスオイルですね、5ミリ入れます。でフライモードで170度にします。でスタートです。はい、では温めてる間に、巻きます。ベーコンをオクラ置いていただきます。そしたらこれを巻くだけですね。チュッチュッ、こんな感じですね、巻いていきます。でこのまんまこの包んだ方を下に入れていくんですけれども、気になる人はここに浄水つけてください。で他に巻いたやつはこんな感じです。じゃあ次もう一個の方はベーコンを敷いて、かぼちゃです。はい、かぼちゃ巻いていきます。はい、こんな感じですよ、こんな感じです。じゃあこれ巻いたやつはこんな感じでできてますので、揚げていきたいと思います。こちらがオクラで、こちらがかぼちゃです。あ、音がちょうどしましたので、これでフライになりました。では平行に通しまして、かぼちゃをまず1個、2個、あ、危ない。でオクラを1個2個揚げていきたいと思います。怖いですね。はい、はい、一度ひっくり返していきたいと思います。お、意外とちゃんと合ってます。サボりすぎたか。ペーパーで拭いてもらうといいと思います。こんな感じです。じゃあ揚げていきます。思いますが、切っていきます。トングちゃん、はい、はい、オクラいきます。こんな感じです。でかぼちゃはこんな感じになります。はい、thank you.
Thank you.